今日はこう髪がちょっとこう猫黒くなってきましたね。お正月前にお染めに行こうかなと、まあ、そういうことで6時ですよ。バゲマンマの時間ですよ。バゲマンマの時間。それでね、今日ねのうどん賞味期限が切れたので今日焼きうどん食べますね。焼きうどんでね、入れる野菜まずね、チンゲン菜、これは葉っぱがありません。これね、チンゲン菜、これね、これあの葉っぱはモルモットのヨシコが食べました。で、地球上にあの茎取っとくようにと、これ茎ね、あのどうしてもね、動物飼えば何でも動物が優先なのでね、人間はこのね、まあそれもいいわけだよね。これはこのチンゲン菜は茎の方が好きなので全然ねいいと思いますよ。たまにこう葉っぱの上りがあったりして、これね、ツンティガー、なんだっけや、あー、肉解凍したんだ。まずこれチンゲン菜ね。あとなんだこれ、小松菜、葉っぱはモルモットのヨシコが食べました。この茎ね、この小松菜も焼きうどんに入れますね。モルモットのヨシコのおかげで入れたことのない具材を入れることができますね。全部使ってしまわないな。何入れるかな。人参。あとは何入れますべかな。キャベツは入れないな。白菜もこの葉っぱはよしこすぎたんで。持っていくが、よしこさな、よしこってモルモットのよしこな、俺の2号では2号ってか、私のあれではありません。あのよしこはあのモルモットですね。この白菜ね、葉っぱをよしこに持っていきましょう。このくらいね、よしすげえんだよ。まあ俺は買ってきたんだけど、熟女がめごいといって育てたら非常にわがままなモルモットになりました。もうね、自分の嫌いなものをやるとね、カゴの中で暴れます。よし、白菜全部ペットの余り物で人間食べますね。フリーガーがこのうどんね、賞味期限の切れたうどん、ゆっこささっとしますね。あち、はい、ほぐれたら OK ですね。あ、肉解凍しました。でね、肉解凍してソーセージも入れないんだ。ソーセージ、
肉、肉、肉、ね、よし、それで準備 OK ですかね。肉、ソーセージ、全部入れます。味付け塩コショウね。あれ、これは粗挽きの方だ。これにね、島屋の中華だしね。もやし投入。うどん入れましょう。フライパンが小さいからね。よし、これにめんつゆ入れないな。これ残ってるはんねんな。あれね、これにね、白だし、お鍋な、まきめっこ。うん、いいやんつこだ。あ、いいやんつこだ。かつお節、大量にね。いいよ、いいよ、いいよ。よし、お鍋ね、始めっこ。肉コードにしてみるか。肉コードチンゲンサイドコー、やってみないな。うん、うん、何本目だ。どうかこういうかね。
よし、できました。できました、できました。よし、まあ、これにね、おっと、うどんがはみ出ましたよ。のりね、はい、できました。私ね、私今日これ熟女家の部門を作ってるので、私今日旦那さんもいるので3人でね、食べてきますので、私の爺様の食事風景は今日はなしということで、美味しいのは間違いないし、そういうことでした。ば、みんなも美味しいバンゲママ食ってけへんの。ば、